はい、どうもです。公園大好き、お散歩大好き、おいじでございます。今日はこちら、カソリ貝塚縄文遺跡公園。名前変わったな、これ。こちらに来ております。もうね、天気が最高なんでね、まあ公園ぐらいはと思ってお散歩に来ております。ただ今ね、園内工事に伴いね、駐車場がね、臨時駐車場に止めないといけないんで、まあ、ここは駐車場なんですけど、これがね駐車場なんですけど、まあ、近隣の駐車場に今止めてきました。結構ねショベルカーとかが入ってがっつりやってる感じかな。散歩コースなんかもね限られてる感じなんで、ちょっとね、まあ、そういったところも含めながらお散歩していこうと思います。スタートです。はい、ということでね、やってきましたよ。もうちょっとあちこち工事でね、いろんな工事の看板とか立ってるんですけど、こっち側やってないんでね、まあそのままの状態ですね。いやー、しかし気持ちいいね。ちょっと日陰のところは肌寒いぐらいなんだけど、まあ太陽が当たるとね、もう一気に暖かくなっておりますよ。こんな感じですね。それでは左回りでね、ちょっと行ってみようと思います。まあ、博物館も兼ねておりましてね、あの向こうの方に行けば博物館あるんですけども、ところどころにね、ここはまあカソリ北貝塚海藻断面っていうところもあるんですね。すげえな、これ真ん中に1本木立ってたかな。まあ、こんだけ幹が太いから立ってるんだろうな。よいしょ、よいしょ、北貝塚の海藻断面ってことで、まあ、ちょっとこっち書いてあるんですけど、はい、ちょっと入っていこうかな。どんな感じかっていうのをね、ちょっとね消毒しよう。はい、それではねちょっと入っていきますね。何箇所かこういうところあるんだけど、すごいね独特な香りがします。まあ、こういう感じでね、ハマグリとかさ、イボキサゴとかね、マテガイとかツメタガイとかね、こういう感じでちょっとね、まあ、ざっくりなんで、こっち側もね朝鮮ハマグリ、鏡貝とか、まあ、こういう感じの通路をね歩くことができます。よいしょ、そんなにここはね長い距離ないんですけども、こんな感じですね。入り口が向こうになっております。はい、はい、ってことでね、まあ、出てきましたけども、とりあえず一回元のところに戻りますね。はい、ってことでね、元の位置に戻ってきました。今日はね、こちらをね、お供に、クラフトボススペシャリティビトってことでね、成久さんが飲んでてね、ちょっと気になったんで買ってみました。ビトあまり買わないんですけど、まあ、ちょっとこれをお供にお散歩していこうと思います。ここさっきというか今入ってきたところね、どうしようかな。今日ちょっとゲームの話しようかな。まあ大体ゲームの話なんですけど、ゲームとの出会いの話をしたいと思います。ゲームはどこで出会ったかな。まあゲームって、まあテレビゲーム的なところね。まあ自分がね、あのゲームを買ってもらう前はやっぱりゲームウォッチとかね、 LSI ゲームとかあったんで、まあドンキーコング、ファイヤー、オクトパス、あとまあフロッカーとか、なんかドラキュラのやつあったでしょ、黄色いゲームウォッチみたいなやつの。まあそういうのをね、友達ん家で遊ばせてもらって、でその後ね、まあ、ファミコン買うのがちょっと遅かったんで、まあ友達ん家でファミコン遊んだりとか、
あ、そうね、カセットビジョンを持ってるところがあって、で、そういったところもね、カセットビジョン本当でもね、1回ぐらいしかその子ん家に遊びに行ってないんで、あまり遊んでないと思うんですけど、まあ、そこら辺ちょっと遊んでましたね。で、個人的にね、購入してもらったのが、まあ、小学校の高学年ぐらいだと思うんですけど、パックリモンスターっていう LSI ゲームね、パックマンのパクリみたいなやつなんですけど、バンダイさんから出てるやつ、それを初めて購入してね、すごい嬉しかった記憶があります。ただ音がすごいでかいんでね、夜中になんかね、遊ぶってわけにはいかなかったんだけど、結構ね、やってたな。ただね、それクリスマスプレゼントだったのかな。同時期にね、うちの弟がね、爆弾マンっていう、やっぱりゲームウォッチみたいなやつ、バンダイさんかなんかが出してる。それがね、めちゃめちゃ面白くて、それもね、よく遊んでた気がする。で、パックリモンスターの方はね、私持ってるんですけど、まだね、今手元にね。爆弾マンがね、ないんですよ。だからね、爆弾マンとかはね、ハードオフさんに置いてないかなと思ってね、ちょこちょこチェックはしてるんですけど、今まで出会ったことないね。まあ、メルカリだとか、そういうオークション系でね、探せば物はあるんですけど、まあ、私、ポチれないおじさんなんで、まあ、そういったところでは購入できずにいます。あれ、これってこっち側からだとどこまで行くんだろう。案外回れないのかな。外回りになるのかな。で、その後ね、やはりファミコン持ってるお宅が増えたんで、うちもついにファミコン購入しようと。近場のね、おもちゃに行ってファミコン買いに行ったわけなんですよ。それではファミコン売ってなかった。で、よく見たらね、セガの SG-1000 が売ってたんですよ。普通に考えればさ、まあ、人気もあったんでね、売り切れ店とかも結構あったんですけど、多分、全店舗ないわけじゃないと思ったんで、まあ、探したりすれば見つかるんだろうけど、なんかやっぱりゲームがね、欲しかったんだろうね。セガの SG-1000 をね、購入しまして、まあ、その時にね、ベースボールだとか、バギーポッパーじゃないけど、バギーレースみたいな、ね、やっぱ車系のイートのやつだったかな。なんかそんなのような買った気がするんですけど、あとは思い出のね、ガールズガーデン。このガールズガーデンに関してはね、本体を買った時に買ったか覚えてないんだけど、すごいね、思い出に残るソフトなんで、これはもうね、いずれちょっと手に入れようかなっていうふうには思っております。でね、まあ、しばらくしてファミコンも手に入れるんですけども、どのぐらいで買ったかわかんないけどね。だから親はね、よく買ってくれたよ。SG-1000 だって多分ファミコンと同じぐらいだからさ、1万4、5千はしたんじゃないの？で、そこからどのぐらい経ってからかわかんないけどさ、その子にファミコンもやっぱり1万4、5千するからね。1万4800円だっけ？で、ファミコンにこうね、慣れ親しんでいくわけですよ。そこがでも始まりかな。始まりで言うとね。だけどね、やっぱりSG-1000 を買ってたんで、セガ派になったね。今でも結構セガは好きなメーカーですね。セガやっぱり当時持ってる人がいなかった、あまりいなくて、とはいえね、私の近所に、セガのね、マーク2だったかなんかあるでしょ？マーク3と SG-1000 の間のやつなんか。あれをね、持ってたんだよね、友達がね、一人。で、その他にマスターシステムかなんか持ってた子が一人いて、それはケンちゃんって言うんですけど、そこぐらいだったかな、セガのゲーム持ってたのは。SG-1000 なんで私しか持ってなかったですからね、当時は。今もね、SG-1000 は実家に眠ってるんですけど、確かね、動かなかったと思う。でも、捨ててないんで、実家を探せば出てくると思います。プニさんならなんかね、普通に直してくれそうな感じもしますけど。
あれまたやりたいな。ただゲームの方があるかわかんないんですよね。まあでも購入すること自体はまあ可能なんでね。なんか安いのがあったら購入しようかなと思ってますけども。まあそこから始まったな。で、やっぱりゲームつながりでね、友達も増えていったし。で、MSX 持ってたりとか、8898、FM タウンズ、X68000 と思ってた友達とかもいたんで、パソコンゲームなんかもちょっと慣れ親しんではいったかな。懐かしいな。これ、あそこがね、博物館なのよ。あそこに行きたいんだけどな。これ外回りで行くしかないのかな。ちょっとね、歩いていきます。いやー、やっぱりね、昔の思い出っていうのはね、残しておきたいな、自分の頭の中にもね。時折忘れないように思い返すってこともね、忘れないで済む一つのやり方なんじゃないかなと思いますけど。結構だからファミコンにしてもね、当時初期に買ってもらったソフトとかは結構やっぱ覚えてますよね。まあ、スーパーマリオとかまあもちろんのことなんだけど、所さんの守るも攻めるもだっけ？水鉄砲で攻撃するアクションゲームね。あとはね、アルテリオスっていうね、SF 系の、あれ何なんだろうな。一応家にあるんだよな。当時物じゃないんですけど。RPG だったか。そんなのだったかな。ちょっとはっきり覚えてないんですけど、まあ、やれば出てくるんですけど。だからやっぱり当時持ってたゲームっていうのは、やっぱりね、買い戻したくなりますね。そういった理由でね、やっぱり初期に遊んでたゲームっていうのは、買い戻してる部分もありますけどね。結構何本もあるんで、そこら辺は。まだ手に入れてないものもね、数点あるんで、そういうところもちょっと手に入れながら、またはね、裸ソフトが多いんで、完品でね、手に入れたいっていうのもあるかな、思い出のゲームはね。いや、これね、下がちょっとね、まあ、道は道なんだけど、ちょっとね、大きめの石とかがゴツゴツしててね、歩くのもね、まあ、私、いつも通り、これサンダルなんで、ダイレクトにね、こう、石の、痛みが来るわけなんですよ、もう。そういったところと戦いながら今歩いておりますけど。で、その後ね、高校時代に、これがね、私が初めて買ったゲーム機ですよね。スーパーファミコン。当時ね、駅で言うと、どのぐらい離れてんのかな？私、電車基本的に乗らないんであれなんですけど、市川っていう駅があるんですね。そこのね、駅ビルっていうか、駅中というか、駅の近くにおもちゃ屋さんがあって、今あんのかないか。で、そこにね、スーパーファミコンがあるっていうのを聞いてね、スーパーファミコンをね、買いに行きました。で、帰りに自転車のかごに乗せてさ、すげえテンション上がりながら帰った気がします。あの時買ったのがね、F0 とか、ファイナル、ファイトとか、あとはまあグラディウス3とかね。まあちょっと曖昧なんですけど、でもその3本はね、もうすごい初期に購入してるんで、思い出のあるタイトルなんでね、その3つに関しては、まあ当時物として残ってると思いますね、正直。あ、こっち側行けんのかな。ちょっと行ってみようか。まあそういった思い出があります。まあゲームに関してはそんな感じかな。またね、後日その後のゲーム事情っていうのはね、語っていこうと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず2部は普通にお散歩行きたいと思いますので、それではまた。バイバイ。